ネズミの恩返し。昔昔、ある村にじいさまとばあさまがいました。じいさまは大層な田畑持ちで、蔵にはいつも米俵がたくさん積んでありました。ネズミがどんどん増えたので、ばあさまは、じいさま、ネズミ捕りでもつけましょうかと言いましたが、じいさまは、いやいや、そんなことはせんでもよい、わしら二人ではとても食べきれないんだから、少しくらいはネズミに分けてやろうというので、ネズミたちはたくさんお米を食べ、そのうちにずいぶんと大きくなりました。ある日、ばあさまが蔵へお米を出しに行くと、ネズミたちが集まって何やら話をしています。そっと耳を澄ませて聞いてみると、こうしてこの蔵で養ってもらって、たくさんお米も食べさせてもらったが、そろそろ出て行かなくては、わしらもえらい目にあってしまうぞ。ああ、もしもこの蔵の前に広い溝でもあれば、火事になっても火が飛んでこないから助かるんだがな。火事は村中に燃え広がって、きっとこの蔵も焼けてしまうだろうね。その証拠に鳥もみんな逃げて、もういなくなってしまったよ。それを聞いたおばあさんはびっくりして、おじいさんにネズミたちの話していたことを伝えました。おじいさんは、それは大変だ、と村人たちを集め、みんなで村を取り囲むような広い溝を掘ることにしました。みんなでせっせせっせと溝を掘り、ついに村の周りには川よりも広い溝ができました。その晩のことです。村の向こう側でものすごい火事が起こりました。それでも幸い、溝のおかげで村は守られ、村人たちはみんな無事でした。じいさまは、いやー、よかったよかった、村が助かって本当によかった、ネズミにたくさん米を食べさせたから、その恩返しで知らせてくれたのだろう。これからもネズミを大事にしよう、と言い、村のみんなもネズミに感謝しました。しばらく経つと、今まで元気だったじいさまが突然何も食べられないほど重い病にかかってしまいました。ばあさまはじいさまの好きな小豆がゆを炊いてあげようと、蔵へ小豆を取りに行きました。するとまたネズミたちの話が聞こえてきました。あのじいさまも気の毒にね、わしらに米をたくさん食べさせてくれたけど、じいさまが死んでしまったら、いよいよわしらもここにはいられなくなってしまう。残念だな。ああ、向こうの山の温泉の湯の花を煎じて飲ませれば、あんな病はきっとすぐに治るはずなんだがな。ばあさまはそれを聞くと、急いで人を頼み、向こうの山の温泉から湯の花を取ってきてもらいました。
そして湯の花を煎じてじいさまに飲ませると、じいさまはいっぺんに元気になり、病気はすっかり治りました。じいさまもばあさまもありがたいありがたいとネズミに感謝して、大黒様の足元でネズミがちょこちょこしている木彫りの像を作り大切にしました。それからというもの、この村ではどの家でもネズミと大黒様の彫り物を作り、それぞれの家の蔵などに祀るようになったそうです。